皆さんこんばんは。今日も10歳若返りの YouTube チャンネル授業していきますが、今日のテーマがですね、ダーマペンが向いてる人向いてない人についてっていうことなんですが、まあ結論から言うと、そもそもできないタイプの人がいるんだよね。向いてるとかってレベルの話じゃなくてね。それでどういう人かっていうと、まずはね、肝斑がある人は、まあ、基本はやっぱやめた方がいいでしょうね。どういう治療かっていうの原理をね復習すると、すっごいこう細い針がね、剣山みたいにブワーッとこう剣山がこうやって刺さるわけですよ。その肌に、まあ、要は針が傷をつけてですね、それによってお肌がこう修復再生されていく過程によって肌をこう再生させていくということで、まあ、毛穴や小じわが良くなりますと。ですから強いね、それだけまあ傷を与えていますからね。肌がまあ例えばすごく敏感肌だとか、あとはまあアナトピーがベースにあるとか、うん、まああと肝斑もやっぱりね、肌の炎症とかそういったことによって、色味がどんどん疲られてしまうというサイクルに入っている状態なので、ダーマペンで肌にやっぱり炎症をこうダメージを与えてしまうっていうのは、肝斑を誘発したり、あるいは悪化させる可能性があるということになります。肝斑の後発部位、後発部位というのはよく起こる部位は、一般的にはこの、 あの目尻とか目の下からこう頬にかけての部分なんですよね。ですから、まあ、例えばね、鼻の毛穴が気になってるの私はとか、こう眉間とかの T ゾーンのところがねすごく皮脂が多くて毛穴の開きが気になるのっていう場合は、まあ、一般的には鼻とかこれ T ゾーンのところはあんまり肝斑があのよくできる部位ではないので、そういうところはやってもらってもいいかもしれないですね。あ、部位的にできるんですか？やっても構わないと思います。ただあのどうかな、やっぱりこう肝斑が出やすい部位っていうと、こういう目周りとか、まあ、患者様で結構口周りに出たりね、あと人によってはこうこのこめかみからこう額にかけて出るタイプの方もいたりするので、必ずしも絶対大丈夫ってことではないですけど、まあよくやっぱダーマペンの相談で、ね、一番多いのは毛穴の相談でね、で特にはこの辺の鼻と、あと鼻の横のこの辺の毛穴っておっしゃる方が多いから、まあここのあたりだったらね、そこまで肝斑後発部位じゃないからいいかもしれないけど、頬全体とか、まあ、目周り、小じわ、ね、小じわも良くなる方はダーマペンってね、まあ、せっかくだからそこもアプローチしてってなってくると、ちょっと気をつけて見ていかないといけない場合もあります。そしたら肝斑が頬にある方で、うん、鼻だけやりたいってなったら、うん、まあ、お金は全額払って、うん、鼻だけやってもらうも可能っていう。可能ではある。うーん、可能ではあります。なるほど。ですから例えば仮にだけどね、ダーマペンのコースを組んだと、5回コース組んでみた。で、まあ、例えば3回目まで順調に来たけど、なんとなく4回目からちょっとなんとなくこの辺がくすみが出てきて、まあ、肝斑かはまだ先生もあの肝斑とはっきりは診断できないかもしれないねっていう感じだとしても、ちょっと怪しいねみたいな時は、じゃあ4回目5回目はここだけ避けてやろうかみたいな話をされることもあるかもしれないですね、クリニックでね。だからまあそもそも肝斑がある方はできないこともあるし、あるいは今みたいにやる範囲をちょっと注意して選定する必要が出てきたりするし、まあそれであればわざわざダーマペンに固執しなくても、こだわらなくても、他の治療、例えばピーリングとか、うちだとシルファーメックスとか代替治療っていうのがありますから、まあ、そちらをご紹介することもあります。まあだからそれが肝斑がまず1個だよね。で、まあ、今あのちょっとちらっと途中で言った通り、肌が例えばすごく敏感肌だとか、アトピーがベースにあるとか、まあ、そういったもうそもそも肌がそういう強い刺激に弱いタイプの方は、まあ、医師の診察によってはちょっとダーマペンは控えておきましょうかってお伝えする場合もあるかなというところですね。そしてね、あとはね、意外と盲点なんだけど、金属アレルギーの人、金属アレルギーの方は絶対禁忌ではない、禁忌ってあの禁ずるね、うん、あの禁忌ではないんだけれども、本当にごく稀なんですけど、金属アレルギーがこう気温に今まである方で、ダーマペンやった後にちょっとこう顔が赤く腫れちゃったり、腫れ上がっちゃったりとかっていうのがたまに起こる時がありますね、グループ全体で見た時に。もっと頻度少ないですけど、
ですから、もし金属アレルギーという診断を今まで受けたことがあるっていう方の場合は、事前にダーマペンを受けるときにきちんと問診票とかで過去にアレルギーありますかとかっていう質問のときに、金属アレルギーで例えばだけどね、これがダメって言われました、ニッケルがダメって言われましたとか、そういうのがあればぜひ申告をいただくといいかなと思います。まあそういったとこが、まあ医学的には今まで話したところね、ちょっとこう向いてないかなと思ってしまう時がある方ですけれども、じゃあ次ね、効果っていう観点だよね。どういう人がダーマペンは効きそうと先生が思うかどうかってことでしょ、多分監督が聞いたら、はい、それで言うと、例えばね、ニキビ跡のこうクレーターっぽいお肌とか、肌をねこうちょっとこう滑らかにしたいとか、肌質を良くしたいっていうのにすごく向いてると思うんですよね。で、注意しなきゃいけないのは、毛穴にダーマペン効くよって言っても、いくら言っても毛穴がなくなるわけじゃないわけですね。毛穴というのは皮脂を排泄する排泄器官ですから、それをなくすってことも、それは理論的にできないわけで、ですからどちらかというと毛穴の開いてちょっと肌の表面がちょっとボコボコしてる感じの状態はスムースに整えられたり、クレーターのような肌に少し凹凸があるタイプのところをちょっと滑らかに整えるっていうのは、ある程度治療効果としては期待できるかもしれない。あともう一つは、ダーマペンの施術の時にね、例えばビタミン C を塗布するとか、ボトックスを塗布するとか、そういったオプションをつけることができます。薬剤を塗布してダーマペンで針を穴を開ける、そうすると皮膚の表面的なところにビタミン C だとかボトックスが効きますと、皮脂の分泌を抑制することがあります。ですから、例えば少しこうオイリーな肌とかニキビが時々できるような、皮脂のオイルコントロールがついていない方で毛穴が開いている方は、結構ねそういったビタミン C とかボトックスの薬剤のオプションをつけてダーマペンやると、肌のその皮脂の分泌のバランスが整ってくることで、それによってね毛穴が目立たなくなったり、肌質がすごい綺麗な陶器肌っぽくなったりっていうのはあります。ですから肌拝見させていただいてね、ちょっとこの方ニキビができやすいとか、ちょっとオイリーなタイプの方とかは、場合によってはそういったちょっと皮脂の分泌を抑えてくれそうな薬剤のオプションを提案させていただいた、くようなこともありますし、だから男性の方とかはいいかもね。上司の方でも女性多いらしいからね、あれだけど、男性の方はあんまり肝斑気にしないでいいパターンも多いので、それでエイジングケアとかね、あと男性の方もともとオイルとか皮脂が多い方が多いですしね、それは一個かなと思います。はい、では今日はダーマペンの治療が向いている人向いていない人について授業いたしました。